シュアンリークパイは、太陽国の政治家。元会議員。首相、法務省、商務省、教育省、民主党党首を歴任した。現在、タイの国会議長、県会議長を務めている。トラン県の家人の家庭に生まれた。貧しいながらも苦学して、タマサート大学に進学し、卒業する。後に弁護士としての活動を始めた。1969年には、 トランケン選出の会員議員として政界入りする。法務省、商務省、教育省などを歴任し、1992年には民主党党首に就任した。1992年、スチンダー政権は民主化勢力を武力で抑え込もうとし、多数の死者を出す事件を起こした。この事件は、プミポン国王の朝廷により収束した。 直後の出直し改員総選挙で民主党は第一党に躍進、チュワンは後党を連立政権の首相に就任し、国民は軍人出身ではない文民のチュワンに期待を抱いた。チュワン政権は民主主義の育成、所得格差の是正、地方文献の推進、AFTA の推進などを政権の方針としたが、連立政権間の圧力と内紛が絶えず、 難しい政権運営を余儀なくされた。1994年12月に、チャワリット党首率いる新規暴党が連立与党から離脱し、政権は少数与党政権となったが、国家開発党を取り込みなんとか危機を切り抜けた。しかし、その後、プーケットにおける農地改革に絡む汚職事件を野党に攻撃され、会を解散したものの総選挙で敗れて退陣した。 1997年のアジア通貨危機で、ジャワリット政権が崩壊した際に、新たな連立政権を組み、首相再登板となった。金融政策に精通したターリンを、財務省、同じく金融政策に精通し、後に、世界貿易機関事務局長となるスパチャイを、商務省に当て、経済危機に当たった。また、チュアンは、異例ではあるが、国防省を兼任し、 スライウッド司令官とともに、軍備の近代化をはじめ、軍のリストラを推し進めた。国際通貨基金の支援と助言のもと、減税、雇用創出、公共投資、中小企業支援等を内容とする、経済政策を打ち出した。特に不良再建処理を促進するための政策を、行った。これらの政策は一定の成果を上げたが、国民には不人気であった。 2001年の総選挙ではタクシン率いる対愛国党に敗北し退陣した。首相辞任後の2001年から2003年にかけては野党指導者の地位についていたが、2003年に民主党党首を退いた。その後は民主党最高顧問を務めている。首相在任中に借家住まいであったなど精霊で誠実な人柄で国民に人気があったほか、 プミポン国王からも深く信頼されているとされる。ただ、首相としては、優柔不断といった批判を受けた。これは、連立政権のゆえや、本人に資金がないという面も影響したとみられる。ありがとうございます。